やっとるーやからーチャンネル始まるよー。どうぞ。他に何を聞きたい？皆さんは何が聞きたい？コメントを入れてくれたら僕が代わりに聞きますよ。ではスタート。はい、じゃあどうも兄、 お久しぶりです。体調良くなりました？はい、もうだいぶ声が、はい、声も戻ってきたし。あ、じゃあよかったです、はい、じゃあ早速、はいはい、なんか大間の地鶏の話が、はい、大間の地鶏ですね。あるですね、あの本部当番入った時ですね、はい、鶏が好きなんですよ。ああ、はい、でそこはもう俺も知っとったんですよ、はい、あの大間に卵の養鶏場があるんですよ。はいはい、黄色い卵の、はい、うん、そこに行ったら鶏をばらしてくれって頼むでしょ、はい、だから一匹ポッとばらしてくれるんですよ、はい、まあそれは親鶏ですよ。はいはいはい、うん、もう卵が埋められる、たまに自分も硬いの鶏が好きやから、はい、そこでばらしてもらって、はい、鍋したり食べたんですよ、はい、ある日そのことを俺は片倉に内緒にしとったんですよ。片倉にもうとっておきの秘密に秘密にしとったんですよ、はい、まあ、友達同士で家で鍋するや、うん、まあ自撮りって親鳥に自撮って買わないんですよ、硬いから、はい、それしたらある国の人間の身が、はい、親分さん鳥が好きなんですかって言うけ、はい、もうこの鳥行ってないじゃないですかって、その話をしたんですよ。他の人がえらいこと言わないのに中途途端、はい、次の人が小林、そうちょっと来てこいと、はい、兄にももうそのすぐ買ってこいと思う、はいはい、分かりました何匹買うんですかってね。だその時当時1匹1200円かなんですよ。ほうほうほう、500円なんですよ、はい、丸々1匹っていうことか、1匹、はい、で行く時にお前あの氷を持って行けよと、はい、氷を、はい、分かりました、はい、で発泡スチロールに、はい、氷とバラしてもらったそれをきれいに埋めて、はい、鳥は痛みが早いんやから、はい、行ってこい行ってきてくれと、はい、ね、はい、でなんか1匹1200円で振ったら鳥は2匹と、はい、ね、プレジデントですよ。プレジデントね、はい、リッター3点なもんです、はい、例のですね、はい、はい、で3000円渡されて、はい、2400円、はい、ね、氷がこうて、はい、ね、コンビニでこうてコンビニ氷買って氷を入れてトリックを持って帰るんですね。そしたらもう釣りは取っとけと、はい、釣りはいらんぞと、その欲しないですよって言いたいけど、はい、ありがとうございます、はい、でそれを炭を起こすんですよ、庭で、はいはい、まあ、確かに美味しいんですよ、はい、あのまた料理がうまいんですよ。あ、でその時は着替えて、ね、ちょっとここへ、まあ、ビールド飲むかって言うので、はい、最初もその綺麗な作っとるんですよ、はい、炭をこうして、はい、焼いて食べるんですよ。そしたらまた次の電話かかるんですよ、はい、鳥こじるで、はっって俺言う、はっって言うでしょ、はい、またですか、うん、ちょっと人に詳しくやったらいいです、はい、もう分かりました、はい、だからもう昨日と同じ段取りでと、はい、ああ分かりました、もうこれ後でもらいます、はい、で、まあ、今日は何しましょうって、はい、また行くんです。1週間ずっとやる1週間1週間鳥をじゃあ庭で、はい、そのたんびにあんま美味しかったんやろね、はい、もう次は俺は自分はちょっと余裕がありますいやお前もうおらんでいいから、はい、こうでもだけでいいから、はい、誰か呼ぶのですよ、はあはあ、片桐の人間はもう、はあうん、でまた出会わずに、はあ、またですかって、はあ、俺もずっと8本積んだまま車にプレートに取り上がしてもらったから1週間本当お前あの人いまだに俺は仲いいんですよ、その先輩、はあ、年上の人やけど、はあ、知らんこと言うたばっかりほいでまた9日間の本部とばんが来るんですね、はあ、お前取り越えてこいし、はあ、はって言うと俺また、はあ鳥ですかって、もう今日はその鳥で晩飯鍋しょうし、はあはあ、その鳥でし、もう本当に鳥が好きなんですね、そんだけ食べ続けれるってこと、うん、だって前にも話したけど、うん、山形で食べるの帰った人ですよ
湯まきれだけ取り食わんで文字で食べた文字で唐揚げ食べたんです。どう言ったらいいんだろう、親鳥っていうのに、うん、でもあの名古屋コーチンの、ね、卵を、まあ、確かにバーッと、はい、あとは、まあ、確かに美味しいんだあれも、はい、地鶏と思って食えば地鶏ですよ、はい、なんかこれ、ね、まあ、内臓が全部くれるから、はあ、こんだけ取り食うでとか飛んでいかんせんかと思うぐらい本当羽が生えていく、ね、その割には庭にあのだから天然の鳥が飛んでくるやつ、はい、つぐみやないけどあのムグイスとか、それにみかんをちゃんと餌やるんですよ。ほう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 。もう鳥愛好家みたいなことするんですよ。あのその辺にその下で鳥バリバリ焼いてくるやんけ。これ何ですかって聞いたらみかんをこうきれいにその針金でつるすその普段は知ったと言ってもうってなんか鳥が飛んできてそれをつまんで持っていくんですよ。はいはい、何の鳥かよく分からんのやけど俺も。家が山のとこあるけどね、山のに。ほう、あの、毎日、もう電話がもう、昼頃だって電話だった瞬間、もう絶対また取りたい。わかりやすい。大体同じタイミングですね。あれやっぱ、確かに美味しい、七輪で、ね。ちょっとこう、七輪じゃ、この網でね、焼いて。炭焼きですね。よけ食べるんですよ、ね。ちょっとだけ。あんだけ毎日毎日食べてる。違う人呼ぶんよね。でまあお客さんは多分違うんでしょうけど、そうだから親分はもう、うん、もう毎日食べてるってことですね。そう毎日食べるとちょっと焼いちゃってそれは好きなんですよ。やっぱあいつたちはどうだったか、ね、まあもてなしたい、もてなしたい。でもビールそれ余計飲まんのよ。それからまだ俺だったら調子乗って酔ったらパッと飲み出たりするけど、それでもそれで1時間2時間でもう休むような生活を、もう取り組みをせなきゃいけないあれ何日続いてやろうかもう忘れたけど、いやでもそんだけやっぱり食べてもらえるとやっぱ養鶏場の方もありがたいですよねもう確かもう最近だけど俺も二度とこういうもういかんことになったもんね。鳥がそんだけ立て続けに行ったらちょっとしたトラウマ。氷も俺知り合いの店からもらえるようになったもん。ああもう数があるから、ね、駅前行ってからもうバーッと取れてないの機械、はいはい、あれだからもう冷凍庫から、ね、ほらなるとなったってもうその時間帯にその氷屋の近くになって、ね、もうパチンコかなんかスロットしとったら、はい、まあまあバカだった。さすがに雨の日は雨の日はないですか、ね、焼かれんから外で。ああそうかそう、やっぱちょっともうやっぱり炭焼きで外でしたいからね。まあ屋根はあるんやけど、はい、まあ、雨降ったら人が来たからでしょ、うん、そこもちゃんと計算されてるわけですね。やっぱ確かに美味しいけどね。塩コショウの仕方もうまいし、きれいに盛り付けて焼くんですよ。おそれをガサツにギャーッと置いてるとか、ね、ちゃんとちゃんと焼肉屋さんのように、うん、まあ、そういう話ですよ、まあ、なるほど。お前食べるかお前やけど普通は地鶏ってあんまり聞かないですそうでしょ、はあ、もうこうでも美味しい地鶏がオーマーもあるってことですね。今はもうすごいのがあるんですよ。なんとか鶏とかいてオーマー育てるんですよ。ブランド1匹4000ぐらいするんですよ。1匹4000するんですか。確かね、あの小金橋で売るんですよ3倍になってるじゃん。いや、それは本当に生かしてあの今ブランド化しよう鶏がおるんですよ。へえ、名前忘れたね、ほんと。まあでも鶏は美味しいですよね。美味しい。はい、ありがとうございました。コメントどしどしここにください。聞きたかったこと、聞けなかったこと、あの時の裏話ありませんかとか、聞ける範囲で僕がどしどし聞いていきますんで、突っ込んでいきますよ。よろしくお願いします。やっとるやからチャンネル、ご意見ご要望はコメント欄まで。よろしくお願いします。チャンネル登録、いいねの兄弟もよろしく。